透き通ってる。すごく綺麗。水の町西桂町、富士山の伏流水が町内を流れており、綺麗で豊富な水資源に恵まれている。そんな西桂町には最近、水を使った新たな特産品を作ろうとしている拠点ができた。こんにちは。こちらはどういったお店なんですか？こちらはクラフトビールの製造と販売を行っている場所です。もともとこのお店は、カフェギャラリーとして運営していまして、クラフトビール好きがこう集まるようなことがありまして、その中でこう町おこしとしてクラフトビールが作れたらすごい最高だよねっていう形になって、それとあと水の美味しい町としてあるので、美味しい水を使ったクラフトビールっていうのが、作れるんじゃないかと思って計画しました。どんな種類のビールがあるんですか？ニューイングランド IPA という香り豊かなものと、ホップの苦味、コクを感じる IPA というスタンダードのもの、コーヒー豆を麦汁に漬け込んだ黒ビール、スタウトという3種類があります。今日は黒ビールのスタウトを飲んでもらいたいと思います。はい、ちょっと不思議な感じで、コーヒーの香りと苦味みたいなものがまず最初にきますね。結構濃いのかと思ったんですけど、とっても飲みやすいです。またこのラベルがとっても素敵だなって思ったんですけど、このビールのシリーズ全てのラベルに写真が使われてまして、実は僕が写真を撮って、それは西桂町の風景なんです。より西桂を感じてもらいたいっていう思いがあるんですか？まさにですね、はい。ああ、写真がたくさん。こうやって寺田さんの写真を飾ってるんですね。そうですね、現在は西桂町の風景展、僕が撮ったものですけど、ゆくゆくは若手中堅のアーティストの支援のための発表の場として使っていきたいと思ってます。県からのお願いです。新型コロナウイルス感染症の情報は県のホームページをご覧ください。引き続き感染症対策の徹底をお願いします。